リーキック直接決まりました。2点目が入ったフラワーレンズです。なかなかホームで得点がなかった中、今日は前半のうちに2得点。岡部が頭を越えてニアサイドに落としてますね。岡部が入っててスクリーンしてる選手も作ってますから、はい、打った瞬間にはちょっと見えないような状況だったと思うんですよね。